こんばんは。ミオの部屋始まりました。こんばんは、チッス。わーい、みんな来てくれた。お待たせしました。はい、ということで今週はミオの部屋自宅編になります。自宅編ということで、お家でのんびり配信したいと思いますが、そう、昨日はですね、ちょっと、ホリプロのイベントがあったので、今日はちょっとイレギュラーで金曜日なんですけど、ね、配信したいと思います。みんなコメントいっぱいください。コメントください。読みますから。そう、昨日はですね、あのホリエヌエスまた木曜祭といって、もう3回目かな。一番最初は火曜祭で、2回目が木曜祭で、3回目はまた木曜祭ということで、ゼップダイバーシティでやりましたけどね、かなり皆さん来ていただいたんじゃないですかね。そうで、昨日は本当にいろいろ本当に豪華な時間だったんですけど、もうね、ゲストもすごい豪華で、生バンドでソロで歌ったんですよ。松たか子さんの明日春が来たらという楽曲です。まあ、春ソングということだったので、ぴったりの曲だったと思います。そう、実はね、私知らなかったんですよ、明日春が来たらっていう楽曲。サビは知ってたけど、ちゃんと聞いたことがなかったんですけど、もう本当にすごいいい歌で、毎日聴いてます。もゆこちゃんとミャオの組み合わせ好き。そう、もゆこちゃんすごい仲良くしてくれるんですけど、でもゆこちゃんめちゃくちゃ歌うまくてびっくりしました。そうだね、あのそれでコンサート前に握手会があったけど、その時にファンの人に、なんかサイリウムの色とか合わせたらいいんじゃないかって言われて、赤でってお願いしたんですけど、赤と青に分かれて対決する内容だったので、赤組だったらよかったんですけど、私青組だったので、なんかちょっと変な感じになっちゃって、あーかっていうの言ったの失敗したなと思いながらステージで歌ってましたよ。日ハムの鍵谷投手が腕を怪我して離脱して、知ってるよ、早く治ってほしいです。鍵谷選手、
誠意。今度のサムネイル公演出る。え、いつですか？何日ですか？てかもうサムネイルとか全然覚えてないやん。まあ、2回しか出たことないけど。ねえ、公演不足ですよ。でも19日にチーム A 公演がありますよね。お腹いっぱい食べ過ぎた。26日の月曜日。多分出ないと思います。言われてないです。何も。新チームになっても演目は変わらないの？わかんないですね。変わると思いますよ、さすがに。でもわかんないです。見て決まってんのかもしれないけど、わかりません。私は胸いるには多分出ないんですね。言われてないので。確かにアンニーはメキシコに行くんで、旧チーム A の A メンバーはユイちゃんと私だけになっちゃう。本当だ。19日公演、 A 公演じゃなくなったんですか？え、知らなかった。え、そうなんだ。マジか。え、今公式サイト見てびっくり。残念。え、そうなんだ。知らなかった。教えてほしい。19もともと A 公演の予定だったんですよ。なくなっちゃったみたい。残念。ねえ、劇場公演ないね。そうなんだ。なくなったの知らなかったよ。A 公演になったんだったらさ、言ってくれてさ。サムネイルは じゃあまた来月かな。でも来月は単独コンサートがありますよね。単独コンサートのリハはやってますよ。お、夜行くでだって。みんな来てください。来月からもう新チーム、もう来んない。ねえ、どうなるんだろう。全くわかんないです。目痛い。お腹いっぱい。やばい、罪悪感がやばい。
そろそろ目の辺にナッツ読んでほしいです。確かに来たことないね。あるっけ。え、本当だ。ね、ま、夏まだないからいつか来てください。なんか髪の毛変だよな。ここ切ろうかな。ここは長いのかなと思って。リップ何塗ってるのか教えろ。ごめんなさい、内緒で。あとでインスタグラムに昨日の写真をあげますから、いいねくださいね。髪伸びたよね。でもエクステつけたい。なんともうちょっと長いのがいいの。みや自信持て。ありがとうございます。たのちゃんの卒業について教えてください。やめちゃうんだ、残念。卒業は悲しいものだけど、でもたのちゃんはいっぱいいろんなお仕事してるからかなり前向きなんじゃないですか。ねえねえ、今日本当にお腹いっぱい、やばい。あ、23のサムネイルは出ないです。何食べたのか言いたくない。みんな絶対バカにするもん。絶対また太るよとか言うからな。でも教えてあげよっか、特別だよ。私の夜ご飯はどん兵衛でした。やばい、どん兵衛をね5分ぐらいでね食べたらねめっちゃお腹いっぱいになってめっちゃ恥ずかしいっていう。どん兵衛のなんかおそばです。緑のたぬきじゃなくてどん兵衛。十分どん兵衛って何ですか。早食い消化に悪そう。うん、もうでも胃に入ったら一緒だよ。一緒だと思うよ私は、何食べても。っていう私が一番罪悪感を感じてるんだけど。そう、簡単なもので済ませたい時あった今日。なんかね、デパ地下に行ったんですよ。
雨の中デパ地下に行って、お惣菜食品売り場みたいなとこ行ったの。したらもうやばい、もう金曜日だからもう人がすごいし残ってないし、もうなんかもうああもうこんな中でご飯買うのもなと思って、もうコンビニでいいやってコンビニのご飯を選びましたよ。そこで私のことをめっちゃ誘ってきたのはどん兵衛でしたね。美味しかったよ。でも早食いしたからな。そう、私の家はね近くにスーパーとかがないので、コンビニかとかしかないんですよね。初見です。中学生の時はファンです。ありがとうございます。どん兵衛美味しいよね。もっといいもん食べようよ。いやでも私すき家の牛丼めっちゃ好きで、いやマジでこれ本当に、教習所に帰ってた時に近くにすき家があったんですよ。本当にランチいつもそこで食べてましたからね。安い、美味しい、もう最高って感じもうねすぐ出てくるしすぐ食べれるし最高ですよ。つゆ抜き、え、牛丼大好き。え、わかる。え、すき家のネギキムチ牛丼、私絶対それなの。それのあのあれ抜き、つゆ抜き絶対それ食べますね。それに七味をめっちゃかける。美味しかった。また食べたい。吉野家とは違います。チーズじゃないです。アイノリとか見てる方います？アイノリアイノリかテラサウス。いやでもアイノリにしよう。アイノリ見てる人、ネットフリックスの。もうねシャイボーイ本当に最高ですよ。もうねマジで号泣した。本当に号泣したそう、本当は今日ねゆっくり見たかったんだけど、昨日の夜もう見ちゃったよね、我慢できずに。あんな歌作ってもらいたいよ。なんかバグりましたね今。バグってた。
見えた？見えた。よかった。ではもうそろそろゲスト発表しなきゃ。治りました。じゃあね、ゲスト発表します。行くよ。行きまーす。じゃらら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 、じゃん。来週のゲストは佐々木ゆかりちゃんでーす。イエーイ。もう4回ぐらい来てる気がするけど、2回目かな、3回目かな。わーい、ゆかるんです。ハピネース、3回目。おお、しーちゃんと並んだんじゃないですか。もう準レギュラー並み、めっちゃ来るやん。やっぱそれだけファンの方の要望が多いんですよ、きっとね。じゃあ質問を募集します。センター試験について、綺麗の秘訣、新チームについて。あ、センター試験の選抜なんだ、ゆかるんさんは。ほう。宮崎さんの好みのタイプは、ミオと違うチームになる気持ち。最近イラッとしたこと、テロップあるよ、書こうか。ね、カシナという曲知ってますか、皆さん。カシナカシナっていう歌知ってます？焼肉食べたい。ゆかるが今ハマっているもの、同期のたのちゃんの卒業について。友達はいますか？失礼。MT のユニットで他をするなら、ひななとは相変わらず仲いいの？ここ
ここ最近の目標。休みは何してる？ストレス解消法。なぜマチャリンにちょっと呼ばれてるのか。そうなんだ。お酒を飲むと人が変わるって本当？最近ハマってるもの。出川さんって本当面白い。ハピネスの由来いいですね。明日はね、楽しみなことがあるんだ。ワクワク。多分皆さんにもまた SNS とかでお知らせしますけどね。ということで、じゃあまた来週会いましょう。木曜9時に、木曜9時に。あ、ピンクパンダさん、タワーありがとうございます。감사합니다。イエーイ、ハート、ぴょんぴょん。じゃあピンパンさんの歌で締めましょう。ここは一本。ピンパンさんの歌。何がいいかな。だって昨日9時に正座してましたのに。あ、ごめんね、たっくんさん、죄송해요。高校合格したっておめでとう。私立の高校行くのかレモンドでオンシャス。いいよ。大好きだ、君が大好きだ、僕は全力で走る。大好きだ、ずっと大好きだ、声の限り叫ぼう。大好きだ、君が大好きだ、息が苦しくなるよ。しまっておけない、大声ダイヤモンド。過ぎて言葉は最高さ、過ぎて言葉は最高さ。ねえ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 。
でねってことばはせこうさん、好きってことばはせこうさん、ちゃん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 、感情を吐き出して今すぐ素直になれ、イエーイ、やったー、いい感じの歌で。じゃあまた来週9時、木曜9時に会いましょう。ゆかるん来てくれますからね、見てくれる人。じゃあアンケート取ろう。見てくれる人1、はい、1がはいですよ、見るよって人1。2はいいえです。投票してください。1は見る、2は見ない。1は見る、2は見ない。いくよ、5、4、3、2、1、終了ティーン。さすが、みんな最高、 93% の人見てくれます。で、残りの何%の人は仕事かな、頑張ってください。じゃあね、来週会いましょう。またね、おやすみなさーい。ぷいーん。